彼が万世橋まで来てる。ということは、ここが発見されるのも時間の問題かな。あらかじめ流しておいた偽の情報も効果なかったか。急ごう。おう、開けるぞ。すごい、こんなところに扉があったなんて。これなら誰にも見つからないね。さあ中へ。ここって近づくな。これほど長時間の有人ジャンプは初めてだが、技術的には全く問題ない。これまでのテストジャンプ通りやればいいからな。オーキードーキー。データによれば、昔のラジカンはちょうどこの場所が屋上になってる。ただし高さが1メートルほどずれてるからな。着地するときに衝撃があると思う。了解。トラブルが起きても冷静にな。トレーニングを思い出せばいい。大丈夫だよ。私は父さんのマシンを信じてるから。気持ち悪い。悲しいな。鈴葉は父さんが嫌いかい？父さんがやるとなんか下心があるみたいだから。いくらなんでも娘相手に下心なんてねえよ。最近母さんに似てきた。ハスハスとか言ってたのはどこの誰？冗談を真に受けないでくれたまえ。なんだ、冗談だったの？これでよし。それじゃあ父さん、マヨ姉さん。さっさと止め。でも父さんたちが。俺たちのことはいい、早く行け鈴葉。そんな、だって。マヤシ、かかりちゃんを。え、このマシンにはもう一人乗れる。
すずちゃんが一緒だからね。ダメ、ママも一緒じゃなきゃダメ。過去へ行けば昔のママがいるよ。今よりずっと若くて、あがりちゃんびっくりするだろうな。ママがずっと大切にしてきたウーパのキーホルダーだよ。かがりちゃんにあげる。大事にしてね。いや、行きたくない。ママと一緒にいる。ママ、ママダメ。かがり、おとなしくしてなさい。閉めるぞ。行くよ、かがり。過去へ。